アメリカ海軍のモニター艦、アーカン早急モニターの一隻。艦名はフロリダ州にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。フロリダは1899年1月23日にニュージャージー州エリザベスポートのクレセント造船所で寄港した。1901年11月30日にエスウッドによって命名浸水し、 1903年6月18日に、艦長、JC フリーモント中佐の指揮下就役した。就役後フロリダは、沿岸戦隊に配属され、海軍兵学校生の夏季訓練巡航や、東海岸沿い及び、カリブ海での作戦活動に従事した。1906年9月3日には、ロングアイランドのオイスターベイで行われた、ルーズベルト大統領による、 関越式に参加し、その4日後に、海軍兵学校に、帰還、再び訓練任務に従事する。1906年9月11日に、予備役に置かれるが、1907年6月7日から8月3日まで、現役任務に復帰し、海軍兵学校生の下記順行に、従事、1908年5月21日から6月19日までは、砲術訓練を行った。 戦艦に州の名を命名するため、フロリダは1908年7月1日にタラハシーと改名された。1910年8月1日、タラハシーは予備役に置かれ定期的な砲術訓練を呼び、潜水母艦としてパナマウンガ地帯やノーフォークでしばしば活動した。1911年3月22日には、 標的艦のサンマルコスを撃沈した。第一次世界大戦中は、潜水母艦としてパナマ運河地帯、バージン諸島、バミューダで活動し、1918年12月3日に、チャールストン海軍交渉で退役した。1920年2月19日に、第六海軍艦区の訓練艦として配属され、 1920年9月3日から1922年3月24日まで使用された。タラハシーは1921年7月20日に9-16に指定され、1922年3月24日に完全に退役し、1922年7月25日にワシントン DC のアミニションプロダクツ株式会社に売却された。 ありがとうございます。